ニコラドラルメサンキツ、愉快な鍛冶屋、調子の良い鍛冶屋は、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの、ハープ指向読み曲第1集、第5番補聴調 HWV430 の、終局、エアと変装に付けられた通称。楽曲は、イングランド伝統のディビジョン様式で構成され、エアに続いて5つのドゥーブルが連なり、変装の度ごとに旋律もしくは伴奏の音歌が、細分化されてゆく。 すなわち、右手に16分音符が連鎖する、第一変装、16分音符の動きが左手に移る、第二変装、16分音符の三連符が右手に現れる、第三変装、32分音符が両手に交互に現れる、最終変装、といった具合である。日本では、調子の良いカジヤという訳語が定着しているが、これでは、お調子者のカジヤという誤解を招きかねないため、新たに、 愉快な鍛冶屋という訳語も使われつつある。また、鍛冶屋のハンマーの音はしばしばよく響くところから、軽快にハンマーを叩く、よく響く鍛冶屋とも解釈できる。ハープ思考読味曲第1週の八曲中の第5曲。夏季の4楽章からなる。プレルーディウムワルマンドクーラントエアーウィズゴ、バリエーションズ通称、調子の良い鍛冶屋ヘンデルは、1720年に八曲からなる。 最初のハーアップ試行読み曲を出版し、次のような序文を寄せた。以下のレッスンを出版することができたのは、それらの不正な海賊出版が横行したおかげである。この曲集がもっと重宝して、好ましい反応を得られるように、新たな版ではいくつかの新曲を付け加えた。今後とも版を重ねて参りたい。寛大な費用を与えてくださる皆さんのお役に立てることこそが、 被災なる小生の務めと感じられた次第である。1720年版へのヘンデルの初言なぜ、愉快な家事屋という通称がついたのか、また、誰がそう呼び始めたのかに関しては、数々の説明がなされてきた。この呼び名は、ヘンデルがつけたのではないし、この変奏曲が単独で有名になる19世紀初頭までは、記録にも現れない。ウィリアム・パウエルの人騒がせな記念碑ヘンデルが、 1717 17年から1718年まで、キャノンズのシャンドス公爵に仕えていた頃、カジヤノの木下で雨宿りをしていたところ、ハンマーが金とを打つ音に霊感を受け、旋律を思いついて書き留めたとする逸話がある。第一変装において、規則的に反復される、補足音が、タイヤ職人の鉄砲の音を連想させうるからである。この話の変形に、ヘンデルは、 カジヤが口ずさんだ旋律を耳にして、その後、エアにしたというものがある。この説明は、旋律を釈用するというヘンデルにはよくある手法と、見事に合致する。だが、どちらの話も、真実ではない。この手の伝説は、ヘンデルの死後75年を経て現れた、リチャード・クラークの著書、ヘンデルの回想が出所なのである。当時ヘンリー・ワイルドとクラークは、 ウィットチャーチ近隣の鍛冶屋の工房で古びた金とを見つけると、ウィリアム・パウエルこそが普段の鍛冶屋であるとのデマをでっち上げた。だが、実のところパウエルは教会の牧師だったのだ。ワイルドとクラークは寄付を募ってパウエルの木製の記念碑さえ建てた。1868年には、今度はウィットチャーチの住民が壮大な墓碑を建てた。これは今も存在しており、 自分には次のようにある。愉快なカジ屋こと、ウィリアム・パウエルを偲んで、1780年2月27日埋葬、78歳。不滅のヘンデルが東京会のオルガニストであった頃、牧師だった。ヘンデルは、セントローレンス教会のオルガン奏者だった試しはなく、1720年に、チェンバロ組曲を作曲した頃は、まだキャノンズにはおらず。 チェシャー州のアドリントンホールにいたのである。サマセット州バス出身のウィリアム・リンタンは、エアと変装を出版しているが、かつては、タイヤ職人の見習いだった。つまり、愉快な鍛冶屋という通り名は、リンタンにちなんでいるのである。以下の記事からすると、おそらく、調子の良い鍛冶屋と名付けて出版したのも、リンタンだったらしい。リチャード・クラークの出版物から数ヶ月後に、筆者は、 バス材の小 JW ウィンザーと出会った。彼はヘンデルの盛んな崇拝者で全ての出版作品を知り尽くしていた。ウィンザー曰くエッジウェアの家事屋の話はただのホラーで普段の題名でヘンデルのレッスンを出版した最初の出版人はリンタンという名のバスの楽譜賞なのだった。ウィンザーは個人的にリンタンの店で楽譜を買っており、 リンタンにかように名付けた理由を問いただしたところ、リンタンはそれは自分のあだ名なのだと答えたという。つまり、リンタンは音楽界に転校したとはいえ、元は単野職人として育てられたし、またしばしばその曲を弾くように求められてもいたからだと。リンタンはこの楽章を切り離して出版した。部数を伸ばして儲けをあげるためだった。ウィリアム・チャペルによる解説。 グローブ音楽辞典初版チャッペルは音楽史の権威であり、この逸話もおそらく真実なのかもしれないが、林丹出版のエアと変装の出版譜は大英博物館には現存していない。同博物館の学芸員でヘンデルの名高い研究家であった W.C. スミスは1940年現在で愉快な家事屋と題された出版符を持っていたが、それは ブリティッシュハーモニックインスティチューション社が刊行したもので連弾用に編曲された1819年のスカシーリの楽譜であったという曲の起源についてだがリチャード・ジョーンズが単調ながらもほとんど同一の旋律でプレーを残しているだがジョーンズよりヘンデルが先だったのかもしくはその逆だったのかは分かっていないヘンデル自身の過激アルミイラに 愉快な鍛冶屋の旋律主題によく似た一説が含まれているので、ヘンデルは自分の旧作を使った可能性が高い。ベートーベンはこれと同じ旋律によってオルガンのための二世風画を作曲している。イグナーツ・モシレスはこの曲によるヘチョウチョウの変奏曲作品29を作曲している。イーゴリ・マルケビチは同様にヘンデルの主題による変奏曲 フーガとアンボアを作曲しており、これは彼の最後の作品である。ホグウッド、クリストファー、ヘンデル、テームズハドソンリミテッド、ISBN 978-0500274989。ありがとうございます。